始まりました。今日はね、ちょっと MC の翔ちゃんがちょっと遅れてくるんで、最初僕が MC させていただきます。ですね、今日のゲストはなんと同業さんということで、はい、いおりだよ。それではグランツ社長の真央ちゃんと代表のカオルくんです、どうぞ。はい、だお邪魔しますよ。来ました、お邪魔します。イエーイ、イオリンチ、イオリンチだ、オレンチだ、オレンチみたいな、イオくんち。はい、それでは、ね、グランツ社長の真央くんです。こんにちは。二日酔いですよね。二日酔いなんだ。二日酔いだよ。いや、もう二日酔いなん。こういうのちょっと、あることを無視していいんでしょ。いつも通りの、全然いつも通り、いつも通りで、ちょっと緊張してるんで、おーとかね、パチパチパチってきますね。さすが。そしてグランツ代表のカオルくんです。どうも、おいよ。どうも、おいおい。イオリンは実物も綺麗、ガタイがでかいなって言われてる。ガタイだけじゃねえしね、顔もでかいから、ね、顔もでかい。ちょっと下がってきます。遠近法で、カオルさんでかい。ウケるよ、面白い。でもね、本当にね、ちょっとリスナーの人にね、ちょっと言いたいけど、本当にカオルくんめっちゃ面白いから、マジで。いや、まあ、そういう心も大きいって言ってみる。遠近法。あ、いいね。あ、心も大きい。ホストっぽくない。イオリン今日も可愛い。可愛いってやっぱりイオリンって言われるよね。いやー、でもまあたまたまね、たまたまですよ。それちょっとなんか俺ないから羨ましいよね。でも同じ系統ですよね。何が？同じ系統ね。同じ系統。歌舞伎町的にはね。歌舞伎町のね、ジャンルでくくったら、ジャンルでいくと。これに対しては誰も反応しないよね。群馬群馬。あのね、タイムラグがあるからね。あ、そうだね。そうだね。もう怒られてるけどね。同じじゃねえわ。そりゃ怒られるでしょ。ツッコミが、ツッコミ半端じゃないから、マジで。あ、結構やっぱグイグイ。グイグイ来るから。食い、食い気味ね。すごいよ、すごいよ。もう本当にうち。いや、もう二日酔いだけでビール飲もうなんですから。飲みますか、じゃあ。飲もう飲もう。じゃあちょっと、あれですね。乾杯したら、はいはい、一緒にちょっとせーので、うん、パッパラパールってやってもらえたら、パッパラパールってどうしたんだってなっちゃうけど大丈夫。どうしたよりって、見て見て見て、これパッパラパールがタイトルだから。ああ、ほんとだね。なるほどね。そう、バイキンマン、グンマーグンマー、パッパラ パールだね。帽子取ってみたって、もうちょっと喧嘩欲しい。帽子取ってみ、帽子取ってみ。かっこいいわして、ちょっとロン毛ですけどね。真央ちゃんだいぶ髪伸びたよね。じゃあちょっと乾杯しますか。パッパラパッパラしよう。じゃあ、あ、今日は1時間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、ちょっと多分みんな知ってるかどうかわかんないけど、歌舞伎町で多分同業で俺一番仲いいからね、この人。あ、ほんと、そこ言ってあげてよ、ちょっと。じゃあもうちょっと、もう一回説明するね、改めて。もう世界で一番仲いいです。よろしくお願いします、真央ちゃん。まあ、え、何？二人とも担当だなんて超ウケる。マジか。あー、もうイオリの担当だみたいな。本当に。しかしでかい顔がね、ウケる。うん、そうなの、OK。そんな仲いいんだ。そうそう。そうなんか本当に仲いいの、マジで。あ、じゃあタイトルこれ完璧忘れましたね。タイトルこれ忘れてました。じゃあ、はい、せーので、はい、パッパラパールでお願いします。OK、はい。じゃあカメラ向かって。はい。せーの、パッパラパール。何やってんの？翔ちゃん、ヘアメイクがちょっとまだね、間に合わなくて。ふざけてるよ。ゲスト迎えて、結構前からやっちゃってるよね。やっちゃってるね、マジで。でも、もうね、2日前くらいから言われてた。ゆりさん、ヘアメイクの時間取れないんですけど、どうしたらいいですか？でも、パールにはよく遊び行くもんね。すごい仲良くしてもらって。仲いいじゃんね。こっちがもう仲良くさせてもらってるからね。本当に。最近でもなんかこう、プライベート遊んでないね。本当そうだね。約束はしてますけどね。そうだね。そうだね、守られないです。守られない。いかんせんみんなが適当、自由すぎる。それはね、話はどんどん大きくなるんですけどね。
そうだね。どでかくなるんだけど、ね、どんどんでかくなるけども、まあ、まずあの一番最初にやらなきゃいけないのはまず麻雀だよ。麻雀だね。麻雀だね。まず麻雀してゴルフして。麻雀してゴルフしてね。イオリゴルフ練習してるらしいですよ。言わなくていいよマジで本当に。もう俺でかい人になってますよ。じゃ画面のせいだよね。画面のせいですね。ちょっと俺の方がちょっと前に見てるんで、しょうがないんですけど。そうだね、前のめり。あ、こっちが社長です。こっちが社長。社長で代表ね。代表の顔。円陣を使ったらいいよ。こっちともうちょっと前。前行ったらもうどうやるかねこれ。あ、これあれじゃないですか。某サイトの東大にはどっちが先についたの？あれですよ。何某サイトって？社長か、いくつ？ホスト TV の。ああ、なるほど。星聞かれてるけどね。このね、いくつ？あ、じゃあちょっと軽く自己紹介いきます。あ、じゃあ軽く自己紹介。そうしよっか。まあ僕はもう言わなくても多分大丈夫だと思うんですけど、レギュラーじゃん。レギュラーだから。じゃあまず、カオル代表から。はい。あの、グランツの代表者、顔でかい人です。よいしょ。いくつですか？いくつですか？僕26です。26歳。はい、26歳。よいしょ。見えないって出てくる、絶対。顔がでかいからや。隕石。顔でかいからや。隕石。隕石超いい。俺の使おう。これ初めてだよね、隕石。26だからすごいもうビッグ、あの、なんとてになってるけど。そうなんですよ。あ、これもう見えんだ。こっちも見える。こっちも見える。そう、顔がでかいから人ふざけてんだ、サバ読みすぎだろ。隕石だ、正解。ちょっと待って、カオルくん言ったってきたこともある。いや、あのね、本当あの、星に関してはもうしょうがないんですよ。26、まあ見られないけどね。まあそうだね。社長の年聞いたら多分びっくりします。あ、じゃあ逆に、今度はじゃあ社長の真央ちゃんの。はい、じゃあ真央ちゃんお願いします。こんにちは、何、年。まあ、名前でしょ、名前だね、名前だね、名前だ。あ、真央です、南です、こんにちは。よいしょ。よいしょ。じゃあ、ちょっと気になる年の方。年、はい、年とかは30になったばっかりですね。よいしょー。はい、うん、こんにちはーってね。あ、30歳ですね。40歳でしょ、嘘つかないで。どっちに言ってんだろうね、どっちに言ってんだろうね。オーラある、オーラあるよね、真央ちゃんは。いや、こっちでしょ。こっちが40のオーラあるってことちゃうの？え、そうなの？そうなの？ない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 。30若いみたいな。若いんかな。いや、社長オーラすごいんだな。ほら、やっぱ社長じゃん。全然ないよ、オーラとか。隕石のオーラ。もうさ、なんで最高に楽しいね。隕石のオーラは半端ない。もうでもいいでしょ、もう次もしまた呼ばれた時も隕石降ってきた。やべえ、隕石降ってきたみたいな。やべえぞって乱入するから隕石。お、マオニャン愛してる。顔でっかいの人、顔でっかいの人40歳でしょ。言葉間違って隕石にしてあげるの。そうだね。でも結構うちのキャスト本当にすごいあの、あだ名つけられてるから。うちでもナチっていう子がいる。ちょっと顔がね、エラが張ってるんだけど、エラ魚人とか言われてるから。エラ魚人、エラ呼吸するお店のね。そう、まあただうちのライオンメンタル強いから。メンタルすごい、すごそう。でもあの、あんまそういったオールと多分隕石以上の、隕石以上の多分考えてくるから。俺さ、そうそう、これパールでも話してたんだけど、話変わるけど、あの、イオリ軍もバイキンみたいな、なんかやられるじゃん。バイキンだって。軍もあれさ、俺からでしょ、あれ。その説、ちょっとこれね、俺思ってたんだよ、ずっと。そうなの？軍もあれ、俺からでしょ。ぶっちゃけどうなの？ちょっとね、お客さんかぶってる人がいたらね、軍もどっちが早いか教えてもらいたいね。逆にね、どこなんだろう、パッっていうか、俺はね、多分ね、真帆ちゃんが使ってたものを、ある人が使ってて、あ、それいいじゃん、みたいな。それが軍もな。そう、それが軍。で、まあ、俺なんか変な言葉よく使うよね。よく使う。あの、好きっていうことをスキュンって言うから。この関連ビールスキュンって言うから。スキュン。なんかあの、朝さ、間違えてさ、もう寝起きでホスト TV 撮ってた時に、お前らやっぱさ、馬好きって聞こうと思ったら、お前やっぱ馬スキュンみたいな。めっちゃなんか流行っちゃってる。流行っちゃってるんだね、全部スキュン。あ、スキュン、スキュン、もう早速ね。あ、本当だ、使ってほしい。スキュン、使ってください、スキュン。あとね、この間なんかメールやり取りしてて、なんかここナイトチームさん出てくださいよみたいな話の時に、真央ちゃんがね、よろしくのことでなんか変な言葉言ってたんだよね。嘘でしょ。ね、そのメールを出してくんなよ、メールを。プライベートのね。マジかに。マジマジマジ。変な送ったから。
イオリ返信がねえって怒ってたよね、ちょっと不適されてたもんね。誰が誰がイオリが俺は普通に真央ちゃん、メールの返信がなんかないみたいな、ちょっと冷たいんじゃないみたいな、こうすげえことになっちゃって、うん、いや、たまたまなんかこう、なんてみなんか真央ちゃんに電話してもメールしても帰ってこなくて、一時本当に、なんでみたいな、俺がいつも寂しかったでしょ、すげえ寂しかったそういう作戦だからやめろ、本当にマジで寂しい作戦さして、ホストしてるよね、ホストされてる俺マジで、そう、会いたくないでしょ、すごい、だからさ、俺がいつもね、誘い断ってるから、うん、怒ってんのかなってちょっと思ったもんね、怒んない、全然怒んない、うん、すごいね、てかさ、俺すごいちょっと面白いフレーズがある、隕石群毛ってある隕石群毛、正解、隕石群毛って超面白いこれこれこれ隕石群毛、超いい群毛あ、いいねいいね隕石群毛ピヨリンコメントに返事して、そうだね、コメントどんどん拾ってくるんで、社長頼朝じゃありません、ホストしてる非通知、ヨリンはリアルにゲイなの、何これどれ、マオニャン好きだバカって言ってほしい、わおわーなに、これ好きだバカとか結構言うよね、だからカメラに向かって言った時にどういうリアクションが出る、ちなみにアップとかできるから、アップとかいらないでしょ、アップとかできるからね、そんな駆使しなくていいでしょ、ほんとでもほんとすごいね、マジでスキュンスキュン使おうこれからちょっと、うん、で、マオちゃんがもう一個言ってたのが、ニコ生よろしくお願いしますじゃなくて、ニコ生よろしくお値打ちとか、よくわかんないよくわかんないんだけどと思ってちょっと反省しよう、うん、言葉、あとね、俺カタカナをさ、うん、素で間違えちゃうんだよね、一文字ぐらい、横文字弱いですね、横文字弱くて、横文字弱いってどういうことなの、いやだから文字、書いてある文字が読めないんですよ、うん、だから、いや書いてある文字は読めるけど、これやっぱ思い込みが強いし、うん、こう自分のなんか世界的なものが多分あって、うん、なんかこれだって思って言っちゃったら全然違うのに、うん、みんなこう、うん、あ、また間違えてるぐらいの、それどんな、一緒に働いてる従業員からしたら、え、もうでも慣れっこですよ、うん、慣れっこなんだ、うん、みんな理解してくれてる、本当によく間違えるよ、本当そう、うん、ちょっとね、本当にちょっとね、すごいコメント拾うけど、うん、デブボタンの先輩じゃないんだよね、ガオル君ちょっとねデブボタン、デブボタンが誰だ、あのね、うちのキャストのジンってこうがデブボタン、そう、なんかベストみたいなのしてたらボタンがパチパチだよ、もうはち切れそう、でかいやん脱いだほうがいい、大丈夫大丈夫大丈夫、デブボタンの先輩じゃないから、隕石の群もおかわり来てるよそうおかわり、デブボタンの先輩、インジェクションコールはちょっとうちのコールなんだけど、返しを返しを来ますよ、もうちょっとであだ名がひどすぎるけん、そうだよね、あだ名ひどいよね、だってうちの本当にタイが、さっき話したタイ、あいつあだ名カビルンルン、カビルンルン、カビルンルンっぽいじゃないか、だいたいさあれ、翔くんはさ、うんうん、何やってんの、今ヘアメイクじゃない、うん、あ、ヘアメイク、長くない、なんかヘアメイクの時間がすごい押してて、翔くんってあれでしょ、あの、オラオラの翔くんでしょ、そう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 、ね、そうオラオラ、いや、一回さ、一緒のさ、ビルで営業したことがあって、あー、はい、めちゃくちゃキレたよ、ほんとそれだってこれ見てる人に知らないところじゃん、翔くんオラオラだよ、うん、オラオラ、ちゃんと教えといてあげないと、そうだね、間違いない、酒飲まんかいってね、うん、すいません、すいません、飲めへんやん、いや、飲む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 、トークが盛り上がったね、これからね、翔ちゃん、まだだって前半だからね、前半でいいか、サッカーで言ったら何、サッカーで言ったら何、まだ全然、もう15分そうだね、言えばさ、あの、まあ、盛り上がってないかもしれないけどさ、結構こういう機会が多いよね、こう普通に話す機会も多いからさ、あ、そうだな、おいしょみたいな感じで行かなくてもいいって言ってたから、もう普通で行くよ俺は、ああ全然なんか普通でもう超ラフに、うん、ていうか、うん、イオリーはさ、うん、お酒飲めんのかなこれ、いや俺全然飲めない、イオリーテキーラ飲もう、おう死んじゃうよ、死んじゃう死んじゃう、ほんとにお酒弱いの、うん、俺ねお酒ね、うん、弱いんだけど長く飲める、うん、ああそう、一回朝まで飲んだ時、うんうんうん、あったでしょ、あったあった、あなんかさイオリープライベートの飲むよね、だってもうなんかスイッチ入ってこない、6時、7時とかまで飲んだ時もう目がこうなってたから六本木で、六本木でちょっと軽くさ、アップでやってもらいたい、六本木で、六本木で楓くんとの、楓くんじゃない、イオリーと飲んでた時にもう朝方のイオリーくん、大丈夫イオリー、うん楓くんはオラオラよりニャンニャンな気がする、あ、やっぱ丸くなったんだね、多分そうだね、きっとね、二人は席つくんですかって聞いてる、つくつく、つきますよ、うん、イオリンはホットミルク、まあ、確かにね、うん、最高だね、
あと胃腸がクソ弱いよね。あ、胃腸超弱い。胃腸雑魚だよね。胃腸弱い。胃腸雑魚。雑魚とか言わないで。胃腸雑魚だよ。雑魚とか言わないで、雑魚とか。ビール飲もう。飲もう飲もう。ちょっと待って、画面はみ出すよ、隕石って。確かにね、これ以上前に行っちゃったらもう誰も映んないって俺そんなに顔フューチャーされるの、うん、いいじゃん、それだって何か言われてんのはいいことだよ、あやばいやばい、隕石、ね、カメラ超すごいフューチャーされてる、カメラ変わった、隕石、あ、どのカメラ、あ、カメラ変わったね、こっち、こっちこっち、じゃあ俺がどんな顔だったのか、朝方、朝方六本木の朝方、ああ六本木の朝のイオリ、朝の顔、お願いします、イオリ大丈夫って聞いて、じゃあマオちゃん、イオリ大丈夫、大丈夫、目がおかしいよね、目がやばくない、目がいっちゃってから正面の隕石だマオニャン指名するにはいくらかかりますか、ほらも来てるよ、早速いくらか教えてあげて、いくらか、全然安いよね、大体、うん、適当だけどね大体適当ってさ、料金決めてもらうっちゃ困るんだけど、どんぶり勘定だからやっぱりどんぶり勘定ってやばくないうちのホストクラブはどんぶり勘定、ビール飲ましてくれたらもう嬉しいかなっていうのはありますけどね、ぜひぜひね、ちょっとあのグランツさんの方にもね顔出してもらいたいと、マオニャンとかね、やっぱ有名だね、どんぶり勘定とかね、超級、最低料金10万です、うん、それいいね、先付けられても困るからね確かにえ、そうそう、ちゃんとしてますよ、ごめんなさい、どんぶり勘定とかね、してませんよ、大丈夫です、グランツさん、こケルツァルって言っちゃって、まあ、ここはちょっと広がないけど、うんうん、グランツ、硬いイメージがあった、そう、なんかみんなすごい真面目でいい子だけど、マオちゃんとかハル君、すごいラフ、うん、俺、思うんだけど、でもやっぱこう、パールはさ、うん、結構スーツのスタイル多くない、こう私服着てるよりは、うん、ビシッとしてるよ、やっぱそっちの方がいいと思って、うん、最近なんかね、従業員にスーツ着させてる、嘘、お前私服のセンスもね、スーツ着とけって言って、うん、でもスーツ着てるそうそう、だから珍しくスーツ着てるじゃん俺、だって言ってたよね、そう、珍しい、超珍しいねえ、うん、イオリーの私服を見たことない、あ、本当に、あ、そうだよね、ないよ、最近着てないかもね、ダッサかったら超笑うからね付き合い長いのにさ、私服見たことないよね、確かにないかも、絶対今度笑ってやろう、いやダッサかったらでしょ、まあ普通だけど、買い物とか行きたいよね、一緒にね、あ、いいね、あ、すごいね、スーツがいいよ、だってやっぱ最近だけど楽しかった、何来てる、グランツさん、あら、ほんと、ありがとうございますね、これなのに、隕石わらって入ってた、うん、いや、隕石、マジ、テーブルだったら力あるかんだよすごい、ほんとにすごいから、みんな、ほんとにこういうとこだったらね、ちょっといまいちね、でも、これを見て来た人、俺のこと、要は隕石って呼ぶわけでしょ、そうそうそういいじゃんね、ここに来て、隕石って呼ばれる、うん、ただね、あ、見てくれてたんだってことじゃん、って言うと、すっごいハードル高いよ、高いよね、ちょっとね、うん、くぐるけどね飛び越えないんですよ、上がったハードルはくぐるよそれ全然期待値以下じゃん、マジで、待って、グランツのビラの子に暴言吐かれたら、それすいません、本当に教育してる、それはもう教育します、ごめんなさい、いやもうでもうちのそういう時やっぱ隕石が、この隕石顔がって言ってやってほしいメテオって言ってやるメテオメテオマン、いいね、メテオかっこいいじゃん、かっこよくなってきたじゃん、メテオメテオさん、メテオマン、メテオマン、メテオ、メテオになってくるとちょっともうかっこいいよ、ファイナルファンタジー系、魔法だよもんね、ファイナルファンタジー系何が FF 系やよどの隕石面下げで言うとんねん、お前はてか、何ちょっと隕石って大仏みたいとか、またちょっと変わってきてるしな、なんかメテオ変わる、うん、いいね、お、メテオ変わるってなんかメテオかっこいいね、うん、メテオかっこいい、すごい、なんか馬でいそうだよ、なんとかメテオみたいな、あ、います、ジョーメテオ詳しい知ってるうちの隕石なんで、あ、遅えよ、ちょっと、おっそー、マジで、ほんとに何やってんの、あんた、じゃあちょっと拍手で迎えてください、MC 翔ちゃんです、そうじゃん、あ、そうじゃん、遅い、遅いよ、翔ちゃん、おはよう、イエーイ、お母さん、手めっちゃ冷たいっすね、うん、そうそう、気になってる、おいさこれ来た、もう、あ、ちなみに GBK っていうのは、なんだろう、うん、GBK って、翔ちゃんのあだ名なんだけど、これはほら、グレートティーチャー鬼塚って言ったじゃん、ガチバカこの野郎とかじゃないちょっと、惜しい、ちょっと惜しい、あ、惜しいの、うん、ガチまであった、ガチはあったよ、ガチはあったよ、え、俺ビッグビッグレートバカ変えで、そうそう、グレートバカ変えで、あ、超いいじゃんなんかでもいいじゃん、でもさ超いいじゃん、でもさ、めちゃくちゃバカっぽいよね、でもちょっと待って、おい、お前 NG コメント3回おい、すごい混ぜてるなんだこれ、おい、ベッタガンガン突っ込んでいくから NG コメントってのはこれだから、やっちゃいけないコメントでしょ、そう、抽象系の、抽象系のぐさぐさ刺されてってことね、そうそう、やられてます、なるほどね、遅いとしに行け、なんか教えてくれたけど、このコメントで、
翔ちゃんあれなんだね、こうなんかニャンニャンらしいじゃん。気持ち悪い。どうした、あの時の、あの時のさ、切れたナイフみたいな目はどうした。いやいや、そんなこと言ったらさ、真央ちゃんの方が丸くなったよね。いや、まあこれね、お水かわいいからね。やっぱイオリーの可愛さをちょっと勉強したいもんね。あ、それね、交換だね、うん、これ俺かな。あ、じゃあ翔ちゃんちょっと乾杯しよ。そうだね、俺、新しいあだ名つきましたよ。何何何、 IOK。 はい、隕石落ちたぜ、カオル。なんで隕石超面白いじゃん。隕石 IOK かっこいいじゃん。IOK 超ゲリじゃん。そう、なんかカオルくんもずっと隕石落ちてる。顔がでかいからね。いやでもすごいっすね、初っ端からいきなり隕石、まあ、でも今メテオなの。うちのリスさんめっちゃ効率高いんですよ。いや高い、はい、ツッコミがねすごいから。 IOK かっこいいって、もほら IOK かっこいい、いいね。 BKB みたいな、うん、BKB BKB 発想があってね。バイク朝日バイクレッツゴーブンブン。おっせーから翔ちゃん、おっせーから。今度なんかもうあれだね、もうあれだよ、なんかペナルティーだよね。ペナルティーです。激おこぷんぷん丸 Z だよ。絶対つかないでしょ。投げマジで。いやでもすごいね、やっと翔ちゃん来てくれたから、俺もこれでやっとこう話すんですね。そうですね、話すメイン MC だよ。メインでしょ、だから。もう終わっちゃってるから、20分経ってるから、終わっちゃってるから。今日4人だけですね。後からもしかしたら、あの真央ちゃんファンのタイガが来るかもしれない。カビルンルン来るかもしれないんです。うそ、カビルンルン、カビルンルン、カビルンルンおいでよね。そうだから電話しようよ、カビルンルン。あ、そういう急に呼ぶとかいうのもありか。全然いいね、よかったら。なあ、どうする、俺子供と奥さん来たら。今あれだけどって今聞いた、グラッツの、グラッツのプロデューサーが言ったよ、今。やばいよ、ね。パパ、奥さんと子供とか超パパ、ここに隕石があるなんて言われちゃう。メテオがあるよ、メテオって。メテオよ。すごいね、なんか。カオル代表やっぱ顔でやってるんですか、やっぱその辺は。顔いけるね、いいね。まあ歌舞伎町にビジュアル系ってことを持ち込んだ人だった。そうね、うん、愛の伝統したから、ね、うん、すごいんだから。もう顎から始まるからね、これだからね、さすら、うん、あー超ウケるんだけど、すげえ笑われが、すげえ。大将、おはよう。大将、ジャイアン帰れ。ジャイアン帰れ。ひどい、ディスり方がひどいから。どれジャイアン、どれジャイアン。俺なんか気づいてない、気づいてない。あ、俺なん、おい、気づいてないから。顔言ってんだから。笑い、そうなんだよ、お前だよ、お前だよ。って今回、うん、あの、隕石長い。こんなにディスられることって多分最近ないからさ。そうだね、ディスるっていいじゃん、だって、なんかやっぱディスってくれる人がいるんだからいいよね。でも斬新、斬新だよね。リスナーすごいですよ、リスナーすごいよ、ほんとに。なんか的確な突き、すごい、よくお世話になってるんですよ。ね、愛、そうだよね。いやだってこれいなかったら超寒いことになるわけじゃん。そうっすね、だからありがたいよね。ありがたい、ありがたいね、メテオ。代表はね、代表いるよ。つばさ代表、あ、つばさ代表、つばっちね、つばっち。キャンプバカでしょ。キャンプバカ、登山バカだね。登山バカ、登山危なくない。いやだからさ、危ないよね。ジャイアン嫌いです。もうあの、でも本当にね、マジですごい面白いんだよ、パウル君。なんでそんな上げるの。くぐるよ、俺。くぐる。すごいんだから。じゃあ、カエル君来てからなんかちょっとエアコン効いてね。すごい寒いっすよね。寒いよね、ちょっとね。僕、俺寒いなと思って。ちょっとね、ちょっと寒いよね。まあ。いいでもちょっとさ、はい、パールにさ、よく遊び行かせてもらってさ、すごい楽しく飲ませてもらってて、はいはい、なんかさ、こう、氷とか結構植え付けていってんじゃん。あ、うん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 。あれどうなの、こう。やってるやってる。やってんの。お稲荷超やってる。お稲荷どう。お稲荷超やってるけど、あの、お稲荷ってお客様に、お稲荷って何ってすごい言われる。あー、お稲荷何、ま、そう、真面目なツッコミされる。ぐい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 。結構、パールのお客さんはさ、的確なツッコミしてくれるんだね。すごい、すごい、ね、冷静なんだね。ほらほら、おい、おいなりとか、すごい、ほら、ジャイアン、シャラップシャラップ。いやいや、喋ってないけどね、なんなら今俺喋ってないよ。俺ね、言っておいなりパール持ってたのこの人だからね。あら、そう、すごいっすわ。ジャイアンですよ。ちょっと俺ら飲むから、ちょっと、うん、じゃあおいなりコール、おいなりしてるよ。で、誰が飲むんですか。じゃあ、ちょっとさ、だから
こっち来る、うん、そうね、もうちょっとこっちに来た、わちゃわちゃよ、そうよ、わちゃわちゃなんですよ。逆になったらこう、いいんじゃない、何じゃ、あ、逆にする、逆になると、あ、じゃあ CM やったら、CM が挟まるから、でもそれでも顔の大きさあんま変わんないよ、大きさのクオリティはね、あんま変わらない、まあやっぱ顔で売ってるんだよ、やっぱすごい、そこ押すよね。もうそのくらい、もうそこはさ、もうそこしか押しこにやもんこの人。もう今日顔で売ってますよね。それ言うたびにジャイアン嫌われるんですよ。ディスられるっていうね。ディスられちゃう。まさかのハプニングする。今日面白い。ありがとう。ありがとうございます。すごいんだから。進撃の巨人。進撃の巨人。すごいじゃん。バハムートじゃん。バハムート。誰もなってるよ。バハムートやん。なんか見たことあるその CM。すごいんだから。すごいな、さっきからそう変えれこう。まあメンタルは強いですからね、カール代表は。いや、メンタル強い。ここみんなでも強いじゃないですか。あ、確かにね。そうだね。だって翔ちゃんなんてグレートバカ変えてとかすげえ言われてるのに。この場合は結構あれす、メンタルすごいあるんですよ、ここで。あ、逆に。よかったよかった。ここで。すごい、すごい。うち今度じゃ、うちの弱いやつ連れてきます。メンタル。ダメダメ、もうやめちゃう、やめちゃう。やめちゃうよ。うちの代表、うちの代表もすごいから。鼻眼鏡とか血のれてるの、何つまっちいじられるの超おもろいんだけど、さっきなんかチョロブチの眼鏡どこ行ったみたいな、うちの代表のことだよ、うちの代表、そうなの、そう、つまっちいじられると結構面白いよね、やめろやめろ、つまっちね、めっちゃいじられてるけど負けない、全然負けない、マジで。もうちょっとコールの話で、これじゃないと思いますか、言われてさ、まあ、ちょっと関係ない、緊張じゃない、そうだね、俺も今、なんか気づいたね、大丈夫ですか、エアコン、ちょっと、あ、緊張、イオリって緊張してるから、もう、言いたいよ、ほら、ほら、イオリ、ほら、イオリさん、可愛いな、ほら、お客さんより言うな、ありがとう、カールさん、集中した、今、なんか書かれてないかなって、いや、面白いなと思って、可愛いって、可愛い、イクショの虫とかええでしょ、おーっていうコールがあるんだ、そうなの、行くしょ飲むしょ買えでしょ、それだからグレートバカ買えでのコールみたいなのないの、 GBK 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 って言うしかないもんね、だってね、マジでね、だからもうブンブンって言うしかないですね、グレートバカ買えるだけにブンブンレッツゴー、あ、すみません、ありがとうございます、ごめんなさい、いやでもすごい、あ、俺二日酔いなんだよね、あ、マジですか、アルコール飲んでた、何時まで飲んでたの、だってもう今日なんかエアコンの業者、うちさエアコン水ボトボト落ちてくんだけど、すごいよ、8回しか使ってないんだけど、ボトボト落ちてきてて、で業者さんに来てねっていう連絡を言った時にロレス回ってなかった、聞いとけよ、お前聞いてんのかお前、もうレスはこっちとやり取りしてるから、そうだね、MC この野郎、おはようみたいな感じ、そうだね、いやでも今日翔ちゃんが MC に来てくれてよかったな、マジで、まだ終わってないですけどね、いや、本当本当、だって残りももう30分で残り、そうですね、早いね、早いね、30分でコメントも500いってるんで、すごいね、どんくらいいくの普通、でも多くて1000、多くて1000、でも今の時点でも500とかすごい、誰示したい関係、ちょっと面白いけどさ、逆になんかさ、この後さ俺らのみってさ、うわーって言ったら面白いよね、超面白い、超面白いよ、マジで隕石、パールに出現みたいな、だからパールに落っこちてるっていう、イベントとかがあって、俺らが行った時来たら、あ、あれ隕石、パールさん今、目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 、開けました、うちの代表、目、開けないのが得意だから、結構、何も見えちゃう、見えちゃう、見えちゃう、大丈夫、大丈夫、なんか今日静かっすね、今日静かっすね、隕石イベント、いやもう何、言ってるメンタル、やられた、やられた、なんならもう来てるよ、もう来てるよ、あとちょっとだよ、いやあの海田くんが来てからちょっとあの一歩引かないと、一歩ね、あ、まあまあ、でもなんかあの本当ごめんね、なんかこういつも通りの感じで、いいよ、楽しい、いつも通りだからいいんだよね、いつも通り、隕石ではあの別にメンタルやられてないんですよ、なんで言ったんですか、話変わって、話変わって、カールおじさん、カールおじさん知ってるね、俺もよくカールおじさんって言うんだよね、私の周りが、カールおじさん、いい、カールさんの顔が、ちょっと面白い、隕石組ないよじゃなくて、こういうね、こういう襟なんだよ、こういう襟なんだよ。ちょっとさ、見せてあげなよ、近くでこう、いや、近いって言うと、じゃあ、アップで、メテオ大爆発になるんでね、この静止したいわ、首のほら、シャツの説明をさ、これ、ないとこ、
でもこれで見たら本当首が組みがない首がね、すげえ顔、もうちょっと上に行こう、もうちょっとカオル君上に行こう、上げてカオルさんが一番多いんだよね、分かる分かる、こうなってるんだね、こうなってるんだ、こうなってる、こうなってる、リアルアンパンマン、まあまあ、言っても首ないんだけどね、うん、あ首が長い方ではないですね、割とすごいね、すげえ顔ってなってすごいありますよ、首は全然あります、びっくりした、一応首、一応首ない、一応かろうじて首、かろうじて首、ギリのラインのね、アップに耐えられない顔だね、すげえな、マジで。でも、いいと思います、やっぱこれで飯食えてるんで。そうっすね、まあ、そうだね。すごい、これ代表だから、代表なんだから。すごいでも逆に言えば、こう、なんだろう、まあ、あれか、女の子しか見てることないのか分かんないけど、あ、男の子もいてるからね。あの顔のこと散々いじられて、才能って言われてる。さすが、ありがとう、面白い、ありがとう。さすがだ、才能だから。才能だから、ね。あれは才能だから。それ、カオル君もビール進んじゃうから、マジで。いや、面白いね、それね。その笑顔でも売れてないポエショーとかやめろ。それやめろ。翔ちゃんもいじられたっすよ。長い、怖いっすね。うん、確かにガモみたい。お母さんに感謝だね。確かにね。ありがとう。でもね、本当になんかこう、ちょっとね、ちょっとそろそろね、じゃあ、この、うん、あれに沿って。はい、そうだね。汗がすげえんだよ、俺、マジで、本当にさっきから。え、ちょっと、まあ、俺をちょっと今思うんですけど、みんな知らないと思うんで、この3人、3人で言ったら、どうやって出会ったのか。あ、出会い？あ、最初の出会い。出会いとか、正直。いきなり仲良くなるわけないからね。そうだよね。でもね、正直最初、真央ちゃんと会ったのは、エレベーターとかあるんだけど、あのビルのエレベーターとかなんだけど、あ、本当にね、最初、超怖かった。すっごい怖かった。出会い系サイト。出会い系サイト。エレベーターなんで俺が出会い系で、真央くんですかって。エレベーター出会い系サイトみたいな。言ってやったね。あ、出会い系サイトでしょって感じで。返しも声ちっちゃい。ごめんごめん。俺も思ったら声ちっちゃいよ。張ってない。張ってない。ああ言われた今。多分今に言われた今。張ってないし、あの真央ちゃんのあの一言何にも聞いてないから。一番左の人担当だった気がする。気がする。一番左の人って。じゃあ。A では向かって左？どっちどっち？こっちかな。こっちでしょ？遠慮してるのかね。そんなことないよ。あそこ。じゃあエレベーターで。そうエレベーターで会った時に。同じビルで働いてる。同じビルだ。そうだね。でもすごい怖かった最初。え、キャストの時？そう、自分がプレイヤーの時。プレイヤーの時。そう。聞いてる？いや、だから翔ちゃんはこんなキャラだからいいんだよ。勝手に喋らしくいいから。あ、そうだ。翔ちゃん、イエーイ。うぃ。山本さん分かってるわ。聞いてるってちゃんと俺入ってるじゃん。ちゃんと担当で。聞いてないよ。音はちゃんと入ってるんだよ。そうだよね。はい。スタロさんにちゃんと僕も聞いてますから。で、なんなんだっけな。でも俺覚えてないんだよね。こんなに仲いいのに。いや、歌舞伎町で、その同業で一番仲いいのに、うん、覚えてないっていう、うん、なんかね、あの本当に知り合ったきっかけはお客様つながりだったね。そうだ、思い出した。お客様つながりで、で、なんか私、パールが7階だったんだけど、昔、うん、6階がグランツさん、まあ名前変わる前、ドレスラバーさんだったんだけど、うん、その時に、僕のお客様と、いやいや、だってドリームの時じゃない。あ、ドリームだ、そう、ドリーム、ドリームだよね、ドリームだ、ドリームだ。その時に、初めてお客様つながりで会った時にもう、怖って思った、本当に超オラオラ、超オラオラ。あ、全然、俺に言ってたっすけど、まあ言うたらマウスは元祖だね。そうだ、元祖オラオラ。いやいやいや、オラオラじゃん、あんた。金髪の時代でしょ。そう、あー、あの、切れたジャックナイフっていう。もう、ジャックナイフじゃなかった。もう切れてるジャックナイフ。そのランキング、常にナンバーワンっていうね。あー、もうね、南真央、南真央、ランキング1位。その時、知る人知る。そう、その時めっちゃ怖かった。パンさん、どうしましたか。って話聞いてなかった。聞いてました、聞いてました。だって散々プレイヤーの時の話してるのにさ、なんでこっち拾っちゃったんすか。いや、でも怖いって言われるけど、そんなことなかったんだけどね。僕も怖いだったけど、怖かったっす。やっぱそうなんだ。新人の時でも、女の子にはすごい優しかったよ。ジャイアン、ジャイアン、ちょっと待って、全く関係ない俺らの話。俺なんかね、ジャイアンの誕生日気になっちゃってる。10月、10月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 だね。でも、ジャイアンがこれでタワーできてたらすごいよね。あ、誕生日に。うん、うん。それちょっともう褒めてあげてほしい。ジャイアン、よくやったみたいなのは。あ、じゃあもう10月、バースター終わったら一回ニコ生に出てもらって。そうだね。そう、あの、反省会になるかもしれない。10月、ジャイアンタワーで。ジャイアンタワー何を流せばいい。
何を上から流す。言わないでおくから。あのなんかいちごとか入れるじゃん、タワーとか。あの石詰めとく。隕石、隕石、隕石。すげえ高いよ。逆に。高いね、確かにマジで。社長がジャイアンに代表にした決めて、あ、これ気になる。気になる。気になる。いやでもね、石タワーね。やっぱりファールさんどうかわかんないけど、上の人間ってほら仕事はできなきゃいけないし、人には慕われなきゃいけないし。まあ両方あると思うんだけど、俺はあの仕事ができない人間が嫌いだから、顔のデカさ、うん、だから顔のデカさで決めました。お母さんありがとうって感じ。お母さんすごいね、41円もな、ものの隕石みたいな。どういうことやったの。26です。26年ものだからね。26年で10月に27年ものに。あ、そうですよね、27年ものです。すごい、でも風格がありますね。さっきから言われてるよ、社長と代表オーラあるってね。隕石オーラ。でも俺、オーラあるの後絶対笑ってついてるけどね。俺の場合は。その笑がなんかちょっと、まあ、おかしいですけどね。その笑ね。すごい。じゃあ、あのなんか出会いもなんかさ、もうほぼほぼもうどうでもよくなってきてるでしょ、多分。もうどうでもいいもんね、もうないよね。なんかわかんないけど、出会って、とりあえず一番仲良くなったから。そうだね、確かにね。もう、よかった。でも一緒の、一緒の多分あれだったからじゃないの。ビル。ビルだったからね。だからやっぱ味付けが欲しい。漬物美味しい。足りてる足りてるとかあるある。足りてるかもしれない。あと、じゃあちょっと CM、 そろそろ CM なんで。あ、そうですね。はい。ちょっと、じゃあ CM どうぞ。タケトさん営業中です。はい。〇〇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 
ライバルって必要だと思います。ライバルがいるから今の自分がいるし、頑張って人に囲まれてると自分も頑張れます。仲間って大事や。ああ、好きだろうかハニー。素敵な恋にしよう、初めてのキスのような、しゃあない、そうだね、そうだね、うん、好きだろか。いや、言うかい、マジで言うかい、誰もやらないんだけど。フリーだ、フリー。好きなバター、誰が一番良かったか。あー、アンケート。やってみる、流れてみる。あ、いいよ、やってみる。パパパ、じゃあ、よりいいよ、そこはよりくん。いや、こう、だって今、カエル言ったでしょ。じゃあ、俺行こうか。え、もう俺なりの言い方でいいの。それはもちろん、好きだバカ。超やる気ね。流れていきますか、そう、超やる気ね。あ、じゃあ好きだバカ。いや、絶対今のは言ったら、今のは。じゃあ僕がダメ、今僕が入ってた、ついちゃった。目線はどっちですか。じゃあカメラアップで。カメラで。好きだぞ。そう、そうよ、そうよ。アンケートお願いします。アンケート、アンケート、アンケートお願いします。隕石のバカ。面白い。超笑ってる。これ絶対これが言いたかったんだろうね、言わせて。そう、だから結局これでこの応援とかいう流れが欲しかったんだ。そう、絶対そうだよ。だからニーズに応えたわけでしょ。すごいよね、一瞬でもうね。ワールドラマスコットマスコットイベントは出ないね。大樹さん超えれますよ、マジで。いや、無理。そうだね、笠原さん、おろろろろろ、おろろ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 ろ。アンケートやんの。アンケート前も一応プライズやってんの。なんの好きなバッターの一言で誰が一番いいか。誰が一番いいか。ちなみに本当によく翔ちゃんがすごいなと思うのは、本当に 何千人とか見てくれてるのに翔ちゃんゼロパーとか本当によくある。何がアンケートで。そんなのだって高評率。今その振りやったのに俺そうなるから。
今ここでご覧になれるよ。そう。ご覧になれる。でももう絶対誰かしらもう絶対にね、カオル君に投票してる。チュートリアル頑張って。イオリン、やっぱイオリン、チュートリアルって、待って、イオリンモテるよね。あんな適当に言ったの、超やな。もうアイドルなんだよ。うるさいよ。やっぱり。唯一のアイドル。うん、はい、そこはなんかアイドルじゃないよ、翔ちゃん。僕ですか、翔、うん、ちゃん王子ですか。あ、翔ちゃん王子、王子系だから。王子系だから。翔ちゃんさ、天然王子じゃないよ。違いますね。王子系、王子系ってどういう系なんですか。王子系ってダメなんですか。すげー、すごい良い質問。真顔で質問されたんすね。すごい良い質問。あ、会社に票を入れた。本当ありがとう。一番良かった人もう一回。うわうわ、これすごいじゃん。これちょっと翔ちゃん一番なってほしいな。いやいや、それかカオル君一番なってほしい。カオルさんすね。だからハードル上がったからさ。すごいな。だから真央ちゃん使いながらちょっと元気ないもんね。なんでだよ。全然なんだよ。元気ない。元気、これあって、普通の感じでやってると、テレビとかなくなってるよ、この辺の。うわーっつって、そんなになっちゃってる。お、ウケる。何これ。あ、親戚にいた。おーしゃー。おーアルマゲドン。アルマゲドンって、アルマゲドン何個も。いや、泣ける泣ける、感動する。泣いちゃうマジで。オーケー。うそや。はいはい。ちょっと待ってマジで。ゼロパー、2人って何。はい、 55%。うん、あとはゼロパーっすか。あとゼロパー。俺とマコちゃんゼロパーってどうやるの。ねえ、モテないね。モテよりさんが、よりさんがまさかの、じゃあ言うなら、じゃあ今やったんで、あのカメラに向かってアップで、もう一回。俺ちょっともうこれ何、社長とイオリに勝ったんだよ。勝った。俺これさ、今一番です、ここで。そうだよね。俺これちょっと生きて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 生きろ生きろ。まあドアップドアップ。東京の好きなバカまで3、2、1。好きだぞバカ。そうよ。組み出せよ。首出せ。いきなり爆音だった。いきなり爆音だってコメントめっちゃ見てる。正直今のおろおろ今みんなリバースしてるよ。入ってる、入ってるだ。おろって出てくるはずがないのに、みんな一生から飛び出してきたわけでしょ。なるほど。一人アバターみたいな。アバターおろおろってかさ、やばいな、カオル君コメントすごい。一生から飛び出てきた。やばい。これでも大反響だよね。そうね、まあ、いい意味でも悪い意味でも反響ありますからね。そうだね。真面目なコメント。真面目か。ちょっとやっぱね、1位になると変わるからね、やっぱね。いやもうヤバタンは俺と真央ちゃんだよね。結構票入るかなと思ったよね、ちょっとね。うん、まあ正直ちょっとでもなんかあれですよね、真面目路線行きましたよ。真面目路線。なんで俺らに決め顔する意味がわからない。もはや画面分かってないっすよ、みたいな。俺らに寝ちゃって、お前らしたやつ、お前みたいな。やっぱ顔で言ってるわ。言ってるよ、今カリスマやわ。ドヤ顔だったね、マジで。俺も気分いいっすもん、今。また来いよ、言い過ぎがいます。いじられてるなってのは分かってるけど、まあ、全然気分がいい。ねえ、絶対今の気持ちいいよね。決め顔ですわ。いやでも本当にまずちょっとアンケートとかできるんですか。アンケートもできるし、ね、VTR とかも流せる、ここで。ワイプで。すごい。そう。でもなんかショックじゃないの。そうだね、やっぱモテがいいんだね、ちょっと。やばくない、やばい、ね、私はなんだよな、カオル君みたいにモテたいんだよ俺も。よりさん、それちょっといや本当に思ってますか。いや、やっぱり新宿でもモテたいよね、うん、モテたい、モテたい。歌舞伎町でモテたいよ、代表みたいに。やっぱそう、や正直一個今こういう風に言ってるけど、味方いないんだよ。今違う違う、同じ部類がいないじゃん。ちょっと近い、うん、自分の店とかだったらまあいるでしょ、うん、ちょっと顔そんな良くなくてみたいな、うん、同じ振りがいるけど、ちょっともうきついよ。いやいや、マジだよ。だから翔ちゃんにどうにか出せないってこうなんだろうね。翔ちゃんのその王子系ですみたいな感じで。いやいや、そんなあれじゃないですけど、さっき翔ちゃんが王子系だよねって言ったら、うん、コメントでは王子って書きたい。え、そこは何、パールの中で確立されてないの、翔ちゃんの
王子系みたいな。しょうちゃんなんか、まあ、王子系って言ってるだけだもん。楓で聞いて、真央さんに指名でガッツリ変えたい。よいしょよいしょ、まあ、つらったん、言ってみなさい。つらったん、つらったん、マジでつらったんだよね。いや、そこは、いや、もしそんな、そうであれば、うん、やっぱね、楓くん切ってやっぱメテオじゃん。最悪、まさかの、まさかの最悪の展開はね、最悪の展開はメテオだね。つらったんってきたじゃん。ジャイアン、取りすぎ。いやでもすごいね、カオルくん、やばい、マジで超新星来た、超新星。あ、でもね、うん、じゃあうちの代表、うん、あれなんだよ、これ本当にそうなんだけど、あのビッグバンに似てる人いんの。え、あー、いる、うん、あの髪長い時ね、髪長い時、本当にマジ似てるの。マジしかもその人、あのビッグバンのお笑い担当なんだよ。そうなんだ。あの、ディライト、ディライト知ってる、うん、あれ笑った顔激似なんだよ。いや本当にすごいちょっと似てるよね。似てる。うん。すごい似てる。聞かれたお前、おい。すごい。言うなお前。すごい電話かかってきたけど大丈夫マジで。大丈夫、お店からちょっと出ていいの？あ、出ていいよ、全然出ていいよ。全然。じゃあちょっと一回ね、あのグランツさんとか一回電話して、その間お話しする。そうだね。言ったらじゃあ言っちゃいますか、もう一回。ね。これでね、これからどんなやっぱその家族長でね、うん、その真央さんとかね。どんな、うん、付き合い方を、あー、これからのね、付き合い方気になるよね、やっぱね。これね、結構ね、カイトさんにね、一回話したんだけど、そうだね、うん、あの、一緒にね、変な意味じゃなくて結構仕事がしたいんだよね。あー、いいですね。こうバーでもいいし、いや、ましては店でもいいし、やっぱこう、垣根ってあるじゃない、こう、やっぱそのね、お店のあるから難しいんだけど、やっぱあのイオリとの付き合い方はこうホストのただの付き合いじゃなくて、あのすごい普通に繋がっていけるよね、仕事やっていきたいような感じになるから。いやー嬉しい、それあの パートナーでいてほしいっていうところすごいあるよね。ちょっと変わらないですよね、うん、あと1年前もそう言ってくれてるもんね。でも俺もね、バイトさんに言ったんですけど、うん、もうちょっと仕事やりたいんですけど、写真はやったもん、うん、もうちょっと仕事落ち着いたからって言われた。まあそうだよね。まあお互いそういうのもあるよね。うん、まあ、カオルくんともね、こうやって知り合って、そうですね、本当にいい人たちが、本当に、まあ、すごい嬉しいですよ、本当に。これからもちょっとお願いします。ぜひぜひお願いします。だから早くゴルフやれし。あ、すいません、ゴルフ、ゴルフね、あのね、マジかって言わせたね。マジか、ふざけんかい、ふざけんかい。電話から戻ってきた時どうしようかなって、真面目かって思ったけど、うん、まあたまにはいいんじゃない、こう強弱かってね。そうね、たまにはね。あらかさん電話だ、よどとん、いや、ちょっと似てねえし、そんなに、そんなに似てなかったし、いきなりね、まだちょっとね、ちょっと早いんだけどね、お二人にプレゼントがあるんですよ。おー、なに、この間ね、ちょっとしゃべでも、はいはい、しゃべでも送らせてもらったんですけど、あー、それね、あのね、本当にね、あの知り合いの漫画家さんがの、そこのなんか第一女子みたいなアシスタントの人が善意で書いてくれたものなんですけど、うん、ちょっとカメラアップできますかね。ちょっとありがたいよね。いきます、しゃしゃん、まず、まず、うん、カオルくんです。これがカオルくんでーす。俺ちょっとこう行こうじゃん。うい、かっこいい。カオルくんでーす。かっこいい。すげーって、これどうぞ。すげーうまい。もらっていいの？はい、どうぞマジで。いや、マジすごくない？すごいすごい。書いてんのこれ？これ書いてんだよマジで。ホスホスを見て書いてくれたんだ。ホスホス見てね。やばいよ。ホスホス見てね。すごい。こんなかっこよくないぞ。もう一回見せてあげる。盛りすぎだろ。ちょっとね、ちょっとコメントが、あれだ、好きだとバカって、ね、まあ、でもまあ、絵だからね、うん、絵だから、確かに、ね、でも、写真はすごい似てるよね。すごいね、うん、すごい似てるし、じゃあ次、はい、まおちゃん、じゃじゃん、こっちも、こっちも、こっち、こんな感じですわ。どう、すごいっしょ、似てる、似てんのか、似てる似てる。これ帽子かぶせ、帽子かぶせたらもう完璧でしょ。いや、これ嬉しいよね。これすごいよね。かっこいい。すごい。帽子取ってあげた。カリスマなんだから。いや、でもこうイオリがこうやってさ、ほら、なんかね、これ書いてきても、はい、書いてもらった時に言った言葉があるんだって。はい。はい、で僕は世界一仲いい人だから書いてもらっていいって言って。なんか言ってもらってすごい嬉しかった、うんうん、でもなんでメテオも一緒なの
何なんだろう。俺らも書いてくれたのは、この付き合いだったら分かるし、いや、それ飲んだりもするけど、いい話じゃない。いいのかなと思って。いや、全然もう、メテオ隣から飛んできたみたいな。いや、本当ありがとうございます。いや、全然全然もう。嬉しい。めっちゃ。すごいじゃん。俺のも、俺のも書いてもらったもんね。おちょっと目が。それちょっと見せようよ。目が。それ見せよう。目がね、これね。こんな感じです。すごくないこれマジで。うん、俺さでも一瞬さ本当にこれ来た時に、うん、イオリーってなんかさこう普段さこうなんていうのこのなんかさシャツとさベストスタイルが多いくない？ああ多いかもね。遊んでる時に、うん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 、だから俺これを書いてもらって、うん、世界一の仲いい人に書い書いてあげてみたいなこと言ってたじゃん、うん、俺とイオリーだと思ったのよで、イオリーついにヒゲ生やしたのかなと思って今いい話だよ、うん、ちょっとびっくりしたんだよね会わないうちにヒゲ生やしたのかなヒゲ生えたねパンパン早く新人出てって言ってなになにこれなにこの振りカメラしてもらうのあるじゃんちょっと似てるからあーベム、そういうことね妖怪人間だ妖怪こっちの妖怪だ妖怪人間おかしたジャイアンプニプニまあね、プニプニなとこあるよね、確かに、でもこんだけフューチャーされるってなかなかないでも思うんだけど、女の子ってどうなんだろうねちょっとさ、うん、ガリガリの人よりちょっとプニプニの人は好きって言わないからうんうんうんねどうなんだろうそうっすねうんまあガリガリよりは少しちょっとお肉ついてる人の方がねあ、なんだかんだいいって言うよねうん、なんだから今日の風邪ましくは間違いない CM 入ります、CM ですうん、君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが好き嫌い好き嫌い好き好きだろかハニーフェイトのフェイフェロモンたっぷりのフェイトのイいろんなキャストがフェイトのととしまえんで僕とアクシュそう今ね、真央ちゃんが誰に似てるかって話をしてたんだけどねうるさいってなんで言ったの今おい CM 上げたばっかりやぞ CM 上げたばっかりでうるさいってジーンフランツ初回くらいですかおフランツ初回くらいですかうん、説明してあげなよ1000円ですよ、うん、よっしゃそれ何ドヤ顔よフリータイム これ見たらでいいですうわーおい、出ました初回特典初回特典だって普通一応2000円からなんてあ、2000円からなんて有名店グランツ様から紹介隕石からメテオプライスじゃあ、メテオプライスメテオプライスお店の入り口でドンキさんに何て言いますみたいなあ、そうだねあメテオプライス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 え、それはいつまでですかもう今月だけもういいんじゃないですかねだからちゃんと決めるいいんじゃないいや、メテオいいんだこれメテオ見たでいいんじゃないメテオ見たよ何みたいになってくるからそうだねそれいつまでっていうのまあじゃあ来月いっぱいぐらいおーすごい来月いっぱい延長ですこれはちょっとまだ延長だねメテオ入ってよあの本当にまあ本当に真央ちゃんとかおるくんちょっとまあ機会があったらまたタイミング合わせてぜひ出るんでいやー、ね、まあ番組やってほしいとかも思ってるもんね本当ですねいやこれ一番怖いのがキャッシャーとかで俺がいたらさ初回にガチャってきていらっしゃるんですよこれメテオじゃんかわいそすぎる、いきなりいや、それきついよねで、プライスプライスって、うん、こっちからじゃない身分証お願いしますとか言ってるの唯
ヨリンごめん、メテオに分けしてくれよ。メテオリンさん負けましたよ。え、なになになにヨリンに分け、ヨリンごめん、メテオに分けしてくれ。いや、しょうがない、しょうがない、だってもう負けてるも完全に俺ら。もしうちがないってすごいよね、メテオ。メテオ番組やってほしいって言われて、もう番組やっちゃうなって。でもうちがやる、まあやるならもうメテオですよね。番組はメテオね。メテオですね。もうちょっと線いくよ。メテオすごいね、マジで。もし次出てきたら俺ずっとここに今度石を置いてくる。石でね、俺の石っつってね。もうでも今日やってよかった、なんか超。いや、そうですね、ほんと呼んでもらって楽しかったね。ちょっとほんとに仲いい同僚さん、でもほんとに世界一仲いいからマジで。ほんとね、次はね、もう系列のまた社長さんとか出てもらうんで、ぜひぜひね。まあ、ラムってことは、ラムってどういうこと。あの、召喚獣でしょ。 FM の、みんな、女子、すごいじゃん、すごいじゃん。雷を操る、雷を操る。あの、え、あの、杖も杖も杖も、あれ、ラムだっけ。ラムだから。あ、ほんと。で、今度じゃあ俺は杖持ってくるね。なんか FM イベント作ってます。召喚獣。違う、ただの魔法、ただの魔法。どうすりゃいいっすか。ただの黒魔法。え、着ぐるみどうすんすか。メテオなんすか。隕石なの。ポケモンみたいになっちゃうよ。トケピみたいなやつ。ポケモンみたいになっちゃう、多分。いやすごい。イワークみたいな。イワーク。なんでそっち系になっちゃうのかな、川で売ってるの。そうだね、タイタンだね、タイタン。あ、隕石のタイタンね。いや、土の召喚人。なんかいたじゃん、土の召喚人みたいなね。それタイタンです。タイタン、タイタン、知ってるみんな。あの、もう北斗の拳のあの、やたら FM 詳しくない、この人。すごいね、年すごい。すごいな、タイタンの冒険。トゲピーよ。あ、もう1分前の。1分前。あ、早いね。普通に寝てる、その愛らしいね、やっぱね。あっという間ですね。なんかあの、普通にプライベートの喋ってる感じだね。いや、ほんとそうだね。そうっすね。1時間、なんかすごい早いですね。1時間、今日1時間だけど、ほんとに普段飲むときこんな感じなんで。そうですね。結構でも硬い話もするよね。するね、硬い話結構する。で、楓くんが真面目かっていう。真面目かっていう。今日はやっぱりね、あの、農業さんが来るんで。そうね。今日パールに隕石いるの。いないね、パールに。いないね。今日全員行ったと。すげえ。すごい、ありがとうございます。今日ありがとうございます。30秒前。じゃあちょっと翔ちゃん最後、じゃあ。そうだね。ちょっと僕作って。はい。なんか締めて、軽く締めてもらえれば。まあまあ言ったら、ちょっと僕たちこれから仲いいんで、グランツとパールともに、なんかね、みんなで盛り上げていけたらなと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。家族長で見かけたら、生メテオで声聞かせて。楽しいね、今日。いやでも本当にまた、じゃあ次回ぜひまた呼んでください。メテオよろしくお願いします。またね、ありがとう。生きている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面を舐め、紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。クラブパールの関田篤です。はじめまして、クラブパールの楓翔です。クラブパールは、アットホームな感じで、売り上げないこと、売り上げない子も、あの経営者の子も、すごいバックアップしていく店だと思うので、皆さんどしどし面接に来てください。特典としまして、ナイトジム見ましたっていう方には、初月料金無料にします。よいしょ。あと1回焼き肉終わります。ぜひ面接来てください。場所へ。